お疲れ様でした。お疲れ様でした。4アンダー、ね、最後の18番ね、うん、セカンドショットバンカーまで持ってきたんですが、うん、いや思ったよりもティーショットが飛んで、うんうん、あんな坂を降りるなっていうのは予想外で、逆に嬉しかったけどね。まあラフでちょっとねセカンドがどうしてももう狙えなかったんで、うん、左のバンカー狙いでいって、まあ、バンカーショットね、やはりこの改造してから、リース・ジョーンズさんが改造してからやはりこの砂の質も変わったし、うん、バンカーの形も変わったし、ちょっとでも左の今日はねこの最初ホールは左サイド行くと左下がりになってしまうんで、でちょっとこう、砂的には結構サラサラなんですけど意外と重いんですよ。だから逆に近いのが非常に難しい。もう打たなきゃいけないけど、なんか打ちすぎたらホームランしそうだし、うん、なそういった意味で非常にこの罠にはまったかなっていう18番でしたね、うん。まあ、トップが今のところ5っていうのは分かった上だったと思うんですけど、4という結果はどうですか？4という結果はもう最高だと思ってます、うん。はい、自分ではもうこんな初日のスタートって今季初めてぐらいだから大満足ですね、うん。まあ、5っていうのはそういえばグリーンに来てから振り返ってボードが見てなかったなと思って、ボードを見て初めて5が5、3人っていうのは見たんで、はい、まあ、そこまでは全然気にしてなかったですけどね。もうこの、ね、コースはレギュラーの頃から好きだっていう話でしたけども、うんうん、どういうところがいいんでしょう？そうですね、やっぱりこうグリーン上がなんとなくこうラインが、うん、まあ、見えるじゃないですけど、すごくその立ちやすい、自分の考えたものと、うん、まあ、実際その読みが合ってるって言いますかね、それがすごく見えやすいっていうかな、そういう感じがしますよね、うん、ここは。まあ、そうですね、もうとにかく弱気にならずに自信を持ってねショットするってことはまず一番だと思うんですね。結構やっぱりこうビビりながらミスしてしまうっていうことが多いんで、明日はとにかく思い切って自信を持って、思い切ってというよりは自信を持ってショットをするっていうことを一番に考えていきたいと思います。じゃあファンの方に明日のコースを、はい、頑張るよ。